時刻は8時41分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とアッシーこと関アッシーです。どうぞよろしくお願いします。今日のテーマはこちらです。今年の漢字。今年の漢字は戦うというね、はい、字に決定しておりますけど、はい、皆さんの今年の漢字一文字じゃなくていいので、はい、何文字でも、うん、2文字3文字4文字5文字それ以上言わなくていいですよ。6文字7文字8文字ャジャックですよ。逆に7文字あったらどうぞ言ってくださいよ。水素発電型機何それ。発電型機、あ、6文字だった。残念。あ、ちょっと待って、予選敗退です。いや、ラジオネーム、はい、トゥーパンプスさんからです。ハニョーちゃんビバカギタンハニョーのんちゃんおはから、おはから、お、来た来た来た、はい、あざます。おっさん、あざます。新車系登録おめでとうございます。ありがとうございます。私の今年の漢字は感謝の謝です。お、謝、はい、感謝の謝は謝罪の謝でもあるんです。なるほど、はい。今年のザスパ草津群馬で一番有名になったのはイエローカードを受けたザスパの選手にしっかり謝れと大槻監督が叫んだシーンでした、はい、倒れた相手の選手に大丈夫ですか、すまん、あ、違う、大丈夫か、すまんすまんと謝罪して、ザスパの選手にはイエローをもらったんだしっかり謝れと諭しました、うん、J リーグのスローガンフェアプレーを大槻監督が率先してやってみせたのです。敵味方関係なくリスペクトされてる理由が理解できる印象的なシーンを見せてくれた大槻監督に感謝です。うわー、当たり前のねことをね。そうですね、確かに。やっぱ感謝ってね忘れがちですけど、ちゃんとしなきゃいけないなと思いました、うん、そうですね、はい、なんかこういう一ファンとするとね、こう人間味あふれるところ、優しさがやっぱところどころ出てますから、うん、そういうところでは好きになったりとか応援したいなって思いますもんね、うん、そうですね。例えばさ、ラシさんの好きなサンダーズとかはさ、はい、でバスケットとかはね、ほんとコートから近いからすごく見てる人たちがね、うん、でその人がさ椅子のところにバーって人来ちゃったりとか。あ、でもね、結構バスケってすごいみんな助けて、うん、なんだろう、倒れた選手に絶対手を出してみんなでこう、うん、よっこいしょって立たせるんですよ、うん、なんかそれ私もそう、なんかミニバスやってたから、うん、もうそれが暗黙のルールだった。もうなんかすごいよね、うん、小さい選手とかでも大きい選手をこう引き上げたりとか、うん、あと相手選手の人とかも、うん、倒しちゃった人がこう起こしてあげたりとか、お尻ポンポン悪かったなみたいな感じの、うん、やってたりとかすると、うん、ああいうのいいなって思いますね、うん、そうですよね、うん、でも大槻監督はそれプラスちゃんと、はい、すいませんでしたって、大丈夫ですかっていう丁寧なことを一言添えなさいっていう、うん、なるほど、素晴らしいね、うん、本当にね、うん、ということでトゥーパンプさんはシャシャでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。